はい、2024年10月の30日の動画です。小松宮です。本日は、ロシアが Google に3関円200コードルの、賠償した、お話をする前に、こちらに支援のお願いです。URL から、私のことを支援することができます。それこそ、50円から100万円なんと、まあロシアが Google に請求したお金よりもはるかに安いお金です。でも別にこれ見てる人が罪を犯してるわけじゃねえんだよな。でもまあそもそも Google も別に罪を犯してるわけでもないんだけど、なんていうのかな、そのまあちょいちょい話してる通り、この世界って割とそのメディアにコントロールされてるところが大きくて、でそのメディアって一体何かっていうと、まあ基本的にあの西欧の、そうですね、その国ですよね、まあ主にアメリカ、イギリスだったりすると思うんですけど、まあそういうところに、コントロールされてるわけですね。でウクライナが戦争したのも彼らに、そそのかされたからだし、日本が前に戦争を起こしたのも、まあ彼らにそそのかされたり彼らに追い詰められたからなんですね。で、だからまあロシアのそのメディアの放送を、世界中の人が見たら困るわけですね。なので、ブロックしてるわけですね。でブロックしてたら、それはじゃあロシアの、メディアはその世界に情報発信できないんで、それによって得た、損害とかそういったものを、そのアメリカの Google に、訴えてるわけですね。まあでもすごい額だなって思ったんだけど、なんか調べてると日本の、ソーシャルゲームのガンダムのゲームだともう無料対数とかのダメージあるらしいんで、日本のゲームすげーって思いました。あれだよね、ソーシャルゲームの得点とかダメージってそういう爽快感求めるから、なんかやたらその天文学的数字のやつがちょいちょいあるなって思ったけど、なんかその割と有名じゃないゲームだったらそれもわかるんだけど、ガンダムのゲームでそんなのがあるっていうのを知って、ちょっと驚いた次第です。はい、以上、本日もご視聴ありがとうございました。なんか世界の、情報操作に踊らされない人になりましょう。